We are Record ですよ。今回もサットボックス様の方からとても特別なゲームをいただきましたので、そちらの方をプレイさせていただきます。スマッシュしてください。応援よろしくお願いします。ペアホラーということでね、いや本当にありがとうございます。今回もとても素敵で特別なゲームいただきました。ということでこちらのペアホラー、なんとね2人プレイということで、あの天涯孤独2期で有名な私としては非常にやばいんですけれども、なんとねもう最上級のお気遣いをいただきましたので、本当に固有名詞を出してしまいたいぐらい、出させていただきたいぐらいのあれなんですけど、ビッグラブなんですけど、さすがにそれはあかんのであれなんですけど、本当にありがとうございます。マジでそんぐらい感謝してます。ありがとうございます。ということで、まずはね、あのオンラインであればお話によると、あの一人でもプレイできるみたいなんですけれども、とりあえずまあそのね、これだけ有名なゲームであればそんなことは知らない人は一人もいないと思うんですけど、一応ね、一応言わさせていただきます。ということで、早速2人で遊ぶということで、久々にジョイコン使うんだけど、大丈夫かな？ちょっとそれやめて、それやめて。あれなんかダメなんだけど、そうじゃないんだって。ジョイコン横持ち、横持ち。あ、できた、できた。ジョイコンめっちゃ久しぶり。そう、サットボックス様のおかげで、久々にジョイコンも、ちょっと待って、使えるということで。ジョイコンちゃんも喜んでおります。押しできた、よろしくお願いします。マッシュしてください。押し行こう。すごい色めちゃくちゃモードあって、そうすげえ面白そうと思ったんだけど、いつものごとくめちゃくちゃモードあるじゃん。ただあの案の定友達いないんで、ちょっとこれできなそうかなと思ったんだけど、すげえお気遣いいただいたんで、せっかくなのでね、ちょっとあのやってみます。あでもとりあえずオンラインもめちゃめちゃ楽しみなんですけど、まずはシャドウスイングと名前めっちゃかっこいい。やめてやめて。オッケーオッケー。ちょっとあれかもしんないけど。よし行くぜ。これまで俺、あれだわね。振り子を渡ってゴールしよう。うわ、これめちゃくちゃ楽しいだろうな。嬉しい、マジ。ちょっと待ってね。あ、オッケーオッケー。あ、これやばいな。これ無理だ、これ。知らん、これ。これ積みかもしんない。これさ。これ多分無理だな。シャドウプレイ無理だな、これな。ジャンプができない、ジャンプが。あ、だ、いいこと考えた。じゃあ、こっちから先にやるわ。いた、おい、ちょ、タイミング悪すぎやろ、お前。おい。タイミング悪すぎやろ、お前。え、ちょ、これ、ジャンプどれ？ジャンプボタンがわかんないんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。これさ、左ジョイコンの方がさ、やりづらくね？マジ、絶対、これ不利だよね。これ、2人プレイやっても、これ、喧嘩になるよ、マジで。左ジョイコン。ジョイコンお裾分け勢の人。ショッケー来た。これ時間、あ、おい、ちょっとなんかすげえ間が悪いな、これ。ボーイズ&グルー。いや、無理でしょ、これ。これ無理よ。さすがに、リゾート、失敗ですよ。これダメだな、これ。これオンラインプレイでやるわ、これ。むずすぎる。アンデッドトロッコ行こう、アンデッドトロッコ。アンデッドトロッコもすごいですよ。すごい盛りだくさんでね。これマジ友達いる人だったらめちゃめちゃ楽しいと思います。よし、こう。これやばいな、これ。これならいけそうだな。あ、オッケーオッケーオッケー。この左のやつがわかんない。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、できるできる。え？オッケーオッケーオッケー。なんか逆な気がするけど。よしよしよし、いいよいいよ。すごいいいですよ。え？これ変えんのか。やばいよ、これ大丈夫か、この動画。ちょっと やばい気がする。やばい。これちょっとやばいかもしんない、本当に。これやばいわ、ちょっと。ちょっと動きやばすぎるでしょ、ちょっと。ちょっとダメだ、これ。モンスタータワー行こう、モンスタータワー。モンスター連合行こう。目標の高さまで積み上げよう。OK。さすがにちょっとやばい。マジで。マジで、想像してた以上にできなかった。やばい。これマジ申し訳ないです。ガチで。これやばいっす。これマジやばいっす。普通に。基本的にゲームやるときってさ、コントローラー見ないじゃないですか。コントローラーのボタンの位置がわからない。マジで。左手で左のジョイコン持ってるから、マジでわからん。本当に。申し訳ない。ちょっとマジ。もうちょっとできるかと思ってた。正直。過信してた。ガチで。ゲームとか、昔のゲームでよくある、キーコンフィグバグるやつあるじゃん。洞窟とか食らうと。それの強化版って感じ。最上級。ガチで。最上級2期ですよ。
ダメだ、プロコンすら聞かない。プロコンすらもうダメだ。ダメだ、プロコンすらもう聞かない。おしまいだ。大変失礼いたしました。ちょっとオンライン行くわ。やべ、これなんかファンメ来そう。ファンメ来そう、マジで。お前なんかちゃんとやれよみたいな。まあ多分スイッチにファンメのあれはないと思うけど。懐かしいな、ファンメ。この音楽めっちゃ好き。相手が基本無視なのやばすぎるでしょ。ゲーム中に U を常に表示するかどうかね、すごいよね、設定で選べるみたいです。ちょっと次ちゃんと説明読むね。ちょっと申し訳ないです、マジで。ちょっとジョイコンがあまりにもやばくて、ちょっと思ってたのと違いすぎて、想定と違いすぎて、ちょっとテイク20って25って言ってもそのプレイするところまではできなかったんで、間違いを探す。OK、あ、これできるでしょ。ミッケだ、ミッケ。ブレンダー。おし、俺の勝ち。ちょっとむず、急にむずくなったね、なんか。おし、これなら、あれ、まだもう一個ある。これか。これならいいぞ。はあ？なるほど、今のはちょっと引っ掛けだったね。面白い、面白いね。あーんってことだ。おーし、いいんじゃないこれ。ちょ、動画で切ってこっからにしよう。サクセス。こっからにしよう。やっと初めてなんかいい感じの、すごい感じのミュージックですよ。なんか無視されたんだけど。無視されたんだけど。意味わかんないんだけど、マジで。なんで無視されたの？意味わかんないんだけど、マジで。いやー、めちゃくちゃ面白いな。友達いなくても、ね、発売日に、お気遣いいただいて、発売日にいただいたということで、本当に。ありがとうございます、マジで。そこもお気遣いだと、受け取られ、止めさせていただいております。ゴーストのダンスを覚えよう。ゴーストダンス、あ、これぬるいね。カモン、ぬるいっす。カモン、覚えた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 。よし、さっきこれやばかったもんな、一人だった時。うん、オッケー。よし、最高。髪毛、よし。神です。キュンです。よし、こう。よし。楽しい。え、クリアじゃないの？ひど。ちょっとむずいな。よし、オッケー。よし、何ミスってんだよ。何ミスってんだよ。連帯責任2期ですよ。よし、すごいですよ。山もみくるもすごいですよ。ちょ、真面目に言う、ちょっと最高、めっちゃ面白い、スーパー神ゲーだ、マジで。なんかすごい深刻な。ブロック同じ色の題材に置く。オッケーオッケー、行きましょう。
よし、いた、危ない、痛い、危ない。ん、何やってんの、何やってんの。あ、乗ってないとダメなんだね。オッケーオッケー、よし。取れ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 、オッケーオッケー、オッケーオッケー、よし。おお、面白い面白い、おお面白い面白い面白い、おお面白い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 、あ、めちゃくちゃ面白い。神ゲーリゾート、これめっちゃ面白い。絶対やった方がいい、マジで。めっちゃ面白い。絶対やった方がいい、マジで。絶対やった方がいい、マジで。人の夢は。準備が完了してないプレイヤー、キックできるよ。キックします。ありがとうございます。めっちゃ面白い。あれ？あぶねえ、あぶねえ。サクセス、きちい、きちっす。あぶねえっす、マジであぶねえっす。タケポン来た、タケポン。自分たちの陣地を守ろう。オッケー。ディフェンス系、タワーディフェンス系。A ボタンで銃撃てる。お、やばいやばいやばい、ちょ、タケポン邪魔、タケポン邪魔、タケポン邪魔だよ、ちょっと。そう、タケポン壁みたいになってたの、タケポン通れないよ、それじゃあ。ちょっとタケポン、それ通れないよ、それじゃあ。ちょっとね、いろいろね、このタイミングでちょっと前半はゲームを完全包括させていただいたんですけど、せっかくなんでちょっとこれ申し訳ないんですけど、いろいろね言いたいことができちゃったんで、いろいろ関係ないこと言わさせていただいて申し訳ないですけど、ね、基本的にでも結構あれだね、よそ見できないね、これ他のこと考えられないわ、あんまり。まあ、とりあえず前回のレコーディングでちょっと言い忘れてたこと思い出したっていうか、あれなんでまとめといたんで、あれなんですけど、てかなんか右の人全然踊ってないけど大丈夫か。右は本校に置いて、やばい、見てなかった、やばい、やる気ないやん、もう右の子やばすぎ。まあ、まずね、そう、ブワッカオさんのね、試合。残念だったけど、すごいかっこよかったですね、まず。相手、現役の選手に対して、あれだけできると、さすが、まあ、これ言うのおかしいんですけど、まあ、めちゃくちゃ、ちょっと本当は勝ってほしかったですけど、相手方に空気読めようってちょっと思ったですけど、めちゃくちゃでも、かっこよかったですね、まず。で、あとはね、最近、お、新しいやつだ、ボート。またタケポン。ナマズくんの、ナマズの舞はめちゃくちゃ面白かったね。あれ、言い忘れてたんだけど。あ、春当たるといいんだ。おいおい、ちゃんとやれ、ちゃんとやれ。おい。たける。たける？たける？たける？これやる気ねえな、マジで。やる気ねえな、タケポンな。え、俺どっち？俺左だよな。ちょっと U 表示しよう。マジで。一回戻って U 表示するわ、さすがに。あ、俺アッシュだ、多分アッシュ、俺アッシュの方だわ。おいこいつ、おいこいつ舐めてるでしょ、マジで。おい舐めてんな、マジで舐めとるね、これね。しかも連射速度が異常に速いんだけど、タケポン。
実際のタケポンの打撃みたい。レンコン使ってんじゃん、レンコン。さすがにやばいっす、ガチで。よし、あ、いけるいける。ちょ、真面目に、真面目にやれよお前。真面目にやれ、いけたのに。珍しいな、俺がアッシュなの。俺がアッシュなの珍しい。そう、ナマズの前めっちゃ面白かったですね。ナマズくんさすが、アッシュくんさすがっす。で、ちょうどね、この前のレコードの直後だったんで、まあ感想としてはその3回目かなの会見の感想は、平本がアンポルキアに、ルキアに二段蹴り入れろって言った後の、後ろの久保ちゃんの顔がめっちゃ怖かったっていうのが俺の感想っすね。久保ちゃんマジ怖い、顔。メルル。よし。じゃあやろう、やろう。やりましょう。よし、早っ。君うまいな。なんか、敵はいいね。あれ。あ？はあ。よし。え、これ難しい？これ？何？あ、オッケーオッケー。やべやべやべ、なんかすげえ動き回ってるな。間に合わないね、これ。なんで置かないの？なんで置かないの？なんで今置かなかったの？普通なんで今置かなかったの？まあいいや。でね、その後のね、ルキアのライジンコンフェッションすごい良かったっすね。なんかやっぱりね、その第三者視点というか目線からプロがね、撮ってくれると、まあ身内乗り、いつもなんかルキアってあんまりルキアの動画見たことないんだけど、あんまりいいイメージ持ってなくて、正直もともと最近なんかチッヒがああなって、チッヒバッキャオさんがああなって、そっからちょっと株ちょっと若干上がってたんだけど、第三者視点目線でランタンを灯して全体を明るくして、オッケーオッケー。グリーンランタン。そう、身内乗りがひどい感じがしたんで、イメージ。なんか身内乗りだとね、他の人が見てると面白くない。なんかすごい、そのルキア自体の良さを、すごいなんか、プロが引き出してくれてた感じがして、結構あの人素材面白いんだなと思って。どうやって灯すのこれ。あ、オッケーオッケー。X ね。オッケーオッケー。上に書いてあった。すごい面白かったなっていうか、ルキアの素材の良さが出てて、ああ、なんか結構面白くて性格いい子なんやなと思って。まあそれアッシー君も言ってたけど、ルキアが性格いいみたいな。確かに性格いいなと思って。痛えな、殴るな。いや、ちょっと感動しましたね。面白かったです。楽しみが増えましたね。いや、なんかすごい雷神もやる気あってここに来て、さすが。ちょっとなんだこいつら、何すんだよお前は。楽しみがめちゃくちゃありますね。すごい楽しみ。なんかやっぱりそうだね、第三者に撮ってもらうと結構出ますね、そういうので。ナマズくんのバラさんに呼び出されましたもめっちゃ面白かったし、なかなかやばかったね、あの人。あの人でも言ってる予想が結構面白かったなっていうのと、で、深夜青木と浩二でもめちゃくちゃ面白かったですね。あれは面白かった。深夜青木とホベルトサトシソウザ見たいですね。で、まあ最近すごい話題になってた独唱の件、国家独唱の件は、まあ俺手越のファンなんで、すごいなんか平本に切れましたね。平本に対してちょっと切れました。で、あれはタケルモードだよねっつって、また関係ないけど切れました。ちょ、今日マジ調子悪い、本当にダメだ、申し訳ないです、ガチで。まあそんな感じで、マジで。より楽しみになりましたね。これ言いたいこと全部多分言いました。ありがとうございました。ね。これで関係ないこと全部言いましたね。ありがとうございましたね。ほんとね。これで関係ないこと全部言えたからね。まあそんな感じですね。言えてよかったっす。関係ないことも。とにかくまあ楽しみっすね。ほんともう、あと、ほんともうつってもうなくそ長いんだけど、早く来てほしいんだけど、すごい楽しみです。いろいろ。いろいろ。めっちゃ楽しみ。急にできなくなっちゃった。
狙い通り天涯孤独2期による究極のペアホラ、最高でした。さあラストなんだ、大きいモンスターを2人で協力して、お、いいね、桃かやろう、応援よろしくお願いします。今度は勝つで。そっちか、なんか詰まってるけど大丈夫、ちょっとこれ敵来すぎちゃう、敵来すぎちゃん、ちょマジでやるね、敵来すぎちゃん、ちょもう一回やろうかな、もう一つやるわ。面白いね、あの本当に毎回そのほんといただくゲーム中毒性あって、あちょっとそっち打ってな、ももこちゃん、ももこちゃんそっち打って、ももこちゃんやばいよマジで、ちょやめて、そこ出すのまずいよ、あかんよ、ローマ2個2個ローマ、惜しいね、いい感じいい感じ、すごいヘビーマシンガン、あでかいでかいモンスター来た、やばいこいつ効かねえ、ああいうフランケンシュタイン、おっしゃー勝った、やったやった最高だ。で次ラストで、本当の嬉しいっすね、めちゃめちゃ嬉しいっす、ありがとうございます、とても嬉しいです。おし、さあ何が来るんだ、ボート、あこれか、アコムブロック同じ台座に乗せましょう、いない、あ落ちるんだ、落ちるんですね、取れ取れ、やばすぎ、よし、よし来た、やった12秒残し、サクセス、もう本当に今回ガチラストで、いや面白い、本当についついやってしまう、さすが相変わらず毎回毎度神で、神すぎて、いや楽しみだな、お、なんか新しいやつ来た、まさき棺桶に隠れてるゴーストを探そう、オープンザゴース、オープンザゲート、え、なんでわかんの、何今、え、ねえなんでわかんの、早くなかった今わかるのなんかわかったっぽいあれだったけど、あこれさっき言ったね、さっきの最初のやつもいたよね実際、え、おかしいよ今の動き、なんでわかんの、パンプキンメン、さっき言ったよね、あこれもいた、カバジ、モヒカンカバジ面白い、押されてる押されてる、すごいすごいいいですよ、仲間たくさん増えてきたわ、生か増えた、生かが、あそんな近くにあったんだ、え、ちょやめて、詰まってる詰まってる、よし、よし、いけいけいけ、よし、これ勝ったな、
やった、さっきと同じ12秒残し、やった、リゾーツ。まあほんとそんな感じで、今回のペアホラもね、まあ、さすがスーパー神ゲーで、本当に本当にね、本当感謝しかないんですけど、本当に毎度のことね、本当にマジで本当感謝しかないからね。でこれもう感謝以外の言葉見つからないからね。でしかも天涯孤独2期だから、ものすごいなんか最上級のお気遣いをさせていただいて、させていただいてしまって、本当にすまないと思ってるっていう感じなんですけれどもね、感謝しかない。みんなも本当ね、俺以外の友達いる人もいると思うからね、ベアホラーね、やった方がいいからね、これね、絶対ね、大丈夫、一人でも発売してるからオンラインできるからね、大丈夫だからね、いなくてもすごい配慮があるからね、本当にそこにあるのは配慮だったんだよね、絶対やった方がいいからね、大丈夫だからね、諦めなければなんとかなるからね、俺は諦めたけど。